こんにちは。富山トヨタ自動車ランドマークソティの五十嵐です。今回は、プリウス PHV の内装をご案内いたします。まず、運転席に座りましたら、一番最初に目に惹かれるものとしまして、この大きなナビゲーション。今回のナビゲーションなんですけれども、11.6 インチの、大型ナビを縦型に配置した T コネクトのナビゲーションになります。で、このナビゲーションを少しご案内いたします。今回のナビゲーションも非常に、表示が鮮やかで扱いやすいものになっているんですけれども、まずナビゲーションの画面はもちろんかなり範囲が広く見えます。そして今回のナビは一つの画面に多くの情報を一緒に表示することができます。まず下の情報の方から、例えばエネルギーというのを押していただくと、エネルギーモニターが表記されまして、ハイブリッドの表示も一緒にナビゲーションとセットでできます。上の部分が現在地の部分ですね。はい。で、他にも PHV ですので、よいしょ、充電のスケジュールも一緒にご案内することもできます。他にも、まあ目的地はもちろん、このナビゲーション、T コネクトの表記ですとか、あとはハンズフリーで電話をすることももちろんできます。こういった表記、こういった大きな画面に搭載されているのが、今回の、PHV のナビゲーションになります。それではまあナビゲーション以外にもですね、座席ご紹介いたします。今回の、PHV の座席なんですけれども、運転席がまず直感的な追求をしました、コックピットになっております。手元のスイッチですとか、あとは各種のメーター、遠方の操作と手元の操作っていうのを、操作しやすいようなデザインになっております。そして、今回のシートなんですけれども、キラキラとしたシートしてますね。これはファブリックにですね、光沢フィルムを織り込んだ、ファブリックシート、この PHV の専用シートになっております。このデコボコ感っていうのもまた一つ、光沢感を出すようなデザインになっております。非常にかっこいいですね。で、今回の PHV なんですけれども、5人乗りから4人乗りに変更となりました。そういったことで、一つ一つの席が特等席のような感覚を得ることができます。それでは後席もご案内いたします。はい。それでは後席に乗りましたけれども、非常に車内のスペースは広く取れています。こういった区切りがございますので、やっぱり4人乗りというだけあって、すごく広々と座ることができます。まあこの独立した座席でですね、大人4人が、座っても快適にゆったりとくつろげるスペースが取れているのが今回の PHV になります。はい。今、ランドマークソティでは、サーモテクトライムグリーンの PHV 展示してますけれども、3月の5日、6日、この車が試乗車として、外に出ます。ぜひ皆さんにご試乗を、体感していただきまして、車内の、走行、PHV のですね、走行の良さですとか、あとは車内空間、ぜひ体感して味わってみてください。それではランドマークソティでお待ちしております。五十嵐でした。